や、2000人って嬉しいですよ。本当にありがとうございます。いいっすね、こういうの。スンさん、ありがとうございます。コキさん、ありがとう。スンさん、減ってる。どうも、ロジドネのトミーです。今回はクラン対戦、こちらの方を皆さんと一緒に見ていこうと思います。今回やるのは失敗リップと成功リップの違いというのをやっていこうと思います。やっぱりね、どうしてもこう動画だけ、リップだけ見てると自分もできた気になってしまうんですよ。あれ、これ俺もできるんじゃないかなっていう気になるんですけど、タンフォール柔道士の戦いにおいてちょっとでもミスると全開いかないっていうのが結構あります。なので、そういう細かいところ、そして今回自分が最初に攻めて、失敗してるんですけれど、何がいけなかったのかを、クランに戻ってクラメンに伝えて、星さん取れる可能性がそこからあるのであれば、似たような編成で攻めてもらって、なんとか星さんをもぎ取るという、思いの助けをつなぐような、そんな攻め方を今ロジックで行っております。興味のあるチャンプの方、ヒーローレベル25以上の方もしいましたら、ぜひ永住で入られていただけたら嬉しいですね。よろしくお願いします。ではやっていきましょう。さて、まず12時の方向にバルーンを4体出しています。というのも、対空砲やクロスボウ等が上にないので、これはいけるなと思って釣り出した感じです。でですね、ネクロが出てきてるんですけれども、ライトニングで葬ろうと思ってますが、ちょうどクランの城の後ろにいて若干場所が危うかったので、ライトニング落とすのをためらいました。じゃあどうしようかな、ゴーレム出そうかなと思ったんですけれど、じゃあバルーンをもう一体出して見えてから処理しようと思ってやってます。ここでまず時間をロスしてますね。かなり慎重になってしまいました。事前にクラメンがもう、陸で攻めた星2を取っていたので、あ、ネクロっていうの分かっていたんですけれど、今こうやって、ライトニングで落としてネクロを仕留めました。確実に仕留めるのに、ちょっとアップさせてからライトニングを落とすといいですね。さて、ゴーレムを出して、アチャクイ出して、そしてウィザードですね。すでに釣り出しているので、かなり簡単に前半に処理ができて、集中砲火を浴びることがなくできています。で、穴を開けた後に、バーバリアンキングを出して上の方に行かせるんですけれども、ちょっと、サイドカットが足りてなかったので、バーバリアンキングが下に行ってしまいました。でも、ここまで来ればゴーレムが中に入っているので、援軍もいないということで、アーチャークイーンの特殊能力で、ちょっと今下に行きそうになりましたね。上の方、破壊することができます。インフェルノタワーを破壊しようと思ってたんですけれど、これ対空砲もいい感じに壊れてくれたので、あ、これはラッキーだということで、アーチャークイーンの特殊使ったらもうすぐにラバを出しましょう。ラバを出してバルーンを出してっていうやり方ですね。ここまではおおむね計画通りに行きました。あ、これはもう前回いけたなと自分で思ったんですけど、まず、3体目のラバを出すのが遅れたことが一つの理由、そしてもう一つが、フリーズを2個目使ってしまったことなんですね。ここを使って完璧にやりすぎたんです。となると、ラバが2体いるんですけど、2体とも爆発しません。これはかなりの痛手ですね。ガーゴリュー等を持ってきていれば上の方に少し出せていたのですが、自分はガーゴリューは一切持たず、パピーだけでやっていくスタイルで行ってたので、これはもう時間切れっていう悲しい結果に終わってます。いけなかった点は、最初の援軍処理に戸惑ったこと、そして、ラバを出せなかったこと、そしてフリーズを使ってしまったことですね。これをすぐ戻ってクラメンに報告しました。同じ攻め方で絶対全開が取れると。なので、フリーズは2個いらないよと、その代わり1個を0時にしたらどうだろうかと。そういった彼は、ああ、分かったよトムと、そんな感じで攻めてみるよと言って、バルーンを1体減らして、アーチャー1、ゴブリン4にして、フリーズを1個減らして、0時を増やして挑みました。最初バルーンを4体出した後、3時にすぐアーチャーを出しているので、援軍を円滑に釣り出せています。そしてアーチャーが死んだところを、
止まったネクロに対してライトニングですね。もうバッチリでした。あ、なるほど、その手があったかと思いましたね。であとは、似たような攻めで攻めています。もうここまで来れば、先ほどの自分のリップを反面教師にして攻めることができるので、あ、これはもういったなと思って見てました。さすがと思う気持ちと、こんちくしょうと思う気持ちで見てましたね。さて、彼の場合は上の対空砲も破壊できるって確信してたので、上からではなく6時の方からラバーを出して全体を攻めています。さっきと似たリプなんでね、ちょっとなかなか説明が難しいんですけれど、基本的に自分がやってないリプっていうのはあまり解説はしたくないんですよ。というのも以前結構自分が上げたリプとかっていうのはいろんなところで出たりしてるんですけど、なんか意図してないところの解説だったりとか多かったので、あ、それはミスじゃなくて違う意味合いがあるんだけどなというのもあったんですよ。なので自分はこれからも自分のリプを解説していくっていうのをやっていこうと思っています。後半に差し掛かりました、フリーズを落としてインフェルノマルチ、そして対空砲テスラと全部凍らしています。もう一個のフリーズをレイジに変えたんでここで使っていますが、これなくても多分前回いけたとは思うんですけれども、残りのバルーンを出して、もうここまで来たらあとは全開見届けるだけなんですが、ここで彼が最初バルーンを1体減らした意味合いが分かります。アーチャー1と、そしてゴブリン4ですね。このゴブリン4、5時の方向に出しているんですが、ストレージに関して攻撃力が2倍、なおかつ素早さがとても速いというので、かなり、後半のこの処理ユニットとして活躍するユニットになっていますね。ネタではないです。かなり強いです。そして、ちょっと前のアップデートで攻撃力体力ともに伸びたので、使えるユニットになってます。もしラバゴレやられる方いたらちょっと混ぜてみると面白いかもしれません。今回はこんな感じですね。フォロワー2000人ありがとうございます。これからも少しずつためになるリポを上げていけたらなと思っています。ということでトミーでした。戻ってクラメンに伝えて、星さん取れる可能性がそこからあるのであれば、似たような編成で攻めてもらって、なんとか星さんをもぎ取るという、思いの助けをつなぐような、そんな攻め方を今ロジックで行っております。興味のあるチャンプの方、ヒーローレベル25以上の方もしいましたら、ぜひ永住で入られていただけたら嬉しいですね。よろしくお願いします。ではやっていきましょう。さて、まず12時の方向にバルーンを4体出しています。というのも、対空砲やクロスボウ等が上にないので、これはいけるなと思って釣り出した感じです。でですね、ネクロが出てきてるんですけれども、ライトニングで葬ろうと思ってますが、ちょうどクランの城の後ろにいて若干場所が危うかったので、ライトニングを落とすのをためらいました。じゃあどうしようかな、ゴーレム出そうかなと思ったんですけれど、じゃあバルーンをもう一体出して見えてから処理しようと思ってやってます。ここでまず時間をロスしてますね。かなり慎重になってしまいました。事前にクラメンがもう、陸で攻めて星に取っていたので、いや、2000人って嬉しいですよ。本当にありがとうございます。いいっすね、こういうの。スンさん、ありがとうございます。コキさん、ありがとう。スンさん、減ってる。どうも、ロジドヌのトミーです。今回はクラン対戦、こちらの方を皆さんと一緒に見ていこうと思います。今回やるのは失敗リプと成功リプの違いというのをやっていこうと思います。やっぱりね、どうしてもこう動画だけリプだけ見てると自分もできた気になってしまうんですよ。あれ、これ俺もできるんじゃないかなっていう気になるんですけど、タウンホール柔道士の戦いにおいてちょっとでもミスると全開いかないっていうのが結構あります。なので、そういう細かいところ、そして今回自分が最初に攻めて、失敗してるんですけれど、何がいけなかったのかを、クランにも、あ、ネクロっていうの分かっていたんですけれど、今こうやって、ライトニングで落としてネクロを仕留めました。確実に仕留めるのに、ちょっとアップさせてからライトニング落とすといいですね。さて、ゴーレムを出して、アチャクイ出して、そしてウィザードですね。
すでに釣り出しているので、かなり簡単に前半に処理ができて集中砲火を浴びることがなくできています。で、穴を開けた後に、バーバリアンキングを出して上の方に行かせるんですけれども、ちょっと、サイドカットが足りてなかったのでバーバリアンキングが下に行ってしまいました。でもここまで来ればゴーレムが中に入っているので、援軍もいないということで、アーチャークイーンの特殊能力で、ちょっと今下に行きそうになりましたね。上の方、破壊することができます。インフェルノタワーを破壊しようと思ってたんですけれど、これ対空砲もいい感じに壊れてくれたので、あ、これはラッキーだということで、アーチャークイーンの特殊使ったらもうすぐにラバを出しましょう。ラバを出してバルーンを出してっていうやり方ですね。ここまではおおむね計画通りに行きました。あ、これはもう前回行けたなと自分で思ったんですけど、まず、3体目のラバを出すのが遅れたことが一つの理由、そしてもう一つが、フリーズを2個目使ってしまったことなんですね。ここを使って完璧にやりすぎたんです。となるとラバが2体いるんですけど、2体とも爆発しません。これはかなりの痛手ですね。ガーゴリュー等を持ってきていれば上の方に少し出せていたのですが、自分はガーゴリューは一切持たず、パピーだけでやっていくスタイルで行ってたので、これはもう時間切れっていう悲しい結果に終わってます。いけなかった点は最初の援軍処理に戸惑ったこと、そして、ラバを出せなかったこと、そしてフリーズを使ってしまったことですね。これをすぐ戻ってクラメンに報告しました。同じ攻め方で絶対全開が取れると。なのでフリーズは2個いらないよと、その代わり1個を0時にしたらどうだろうかと。そういった彼は、ああ、分かったよトムと、そんな感じで攻めてみるよと言って、バルーンを1体減らしてアーチャー1、ゴブリン4にして、フリーズを1個減らして、0時を増やして挑みました。最初バルーンを4体出した後、3時にすぐアーチャーを出しているので援軍を円滑に釣り出せています。そしてアーチャーが死んだところを止まったネクロに対してライトニングですね。もうバッチリでした。あ、なるほど、その手があったかと思いましたね。であとは、似たような攻めで攻めています。もうここまで来れば、先ほどの自分のリップを反面教師にして攻めることができるので、あ、これはもういったなと思って見てました。さすがと思う気持ちと、こんちくしょうと思う気持ちで見てました、ね、さて、彼の場合は上の対空砲も破壊できるって確信してたので、上からではなく6時の方からラバを出して全体を攻めています。さっきと似たリプなんでね、ちょっとなかなか説明が難しいんですけれど、基本的に自分がやってないリプって